続きの、ウルフ125の紹介です。非常にですね、コンパクトで、なおかつ出力も安定した1台になります。非常に楽しいオートバイですね。ウルフ125、つまりガンマの125の、同じ存在なんですけども、何が面白いか、なんとセルがついてます。セルで始動します。逆にキックスターターがありません。多分オプションかなんかで付けられるんじゃないかなと思うんですけど、あとエンジン見たところ TS かなんかと互換性がありそうなんで、 TS のキックペダル取ってくれば、なんか付けられるような気がしないでもないんですけど、定かではないです。で、一応ですね、一通りやった上で、出品しています。今もうすでにクーバイクの方で、出品をしているんですけども、なかなか反響が大きくてですね、動画の方が、ちょっと後になっちゃったんですけど、であと、走行距離が、とても少ないです。5774キロになってます。それをですね、証明するかのように、非常にアイドリングは安定しています。
さんのぐらいかな。でリアはリアは4ぐらいですね。まあ結構中古車買われるにあたってタイヤを気にされる方って、まあ、気持ちは分かるんですけども、タイヤというのはですね、非常に代表的な消耗品のうちの一つです。ガソリンとかオイルとか、電球とかと同じでですね、使えばやっぱり消耗していく部分なので、中古というのは、まあ、使われた状態になります。なので、できればですね、そういったところはある程度、まあ、パンクはしてないんでこのまま走れますので、ある程度お楽しみいただいたら、交換いただくことを試してください。というわけで、状態がよく、低走行が来るということをよろしくお願いします。